ひまぶは株式会社斜め上が開発、運営していた学生限定のソーシャルネットワーキングサービスである。2015年5月1日にサービス開始、2019年12月31日をもってサービスを終了した。アンドロイド版のダウンロード数は10万人を突破しており、学生限定アプリでは最大規模。アプリで蓄積されたデータは同社の AI ソリューション。 ダタワオの開発にも使用されている。暇まぶトラブル防止のためのデータ分析及び安全なインターネット利用を促進する仕組みづくりに関して株式会社ナナメウェと東京大学大学院工学系研究科システム創生学専攻鳥海研究室は共同でコミュニティアプリに関する研究を開始している。iOS 版、Android 版は専用アプリであり、パソコン版は ブラウザアプリである。Windows Phone、Windows 10 Mobile、Firephone などはアプリがないがひまぶアカウントを持っている場合はパソコン版で利用可能である。ひまぶには年齢制限があり、中学生、高校生、大学生など学生のみが使用できる。学生以外は禁止とされている。学生ではなくなる以前に使用していた場合は、その限りではない。 サービスの治安維持のために禁止行為が設定されている。禁止行為をしたユーザーはプロフィールをゴミ虫という名前にされ、凍結される。2019年4月より年齢確認機能が追加され、ゴミ虫君にされると、次からは年齢確認しなければアカウントを再開できなくなる仕様が追加された。学生限定であり、学生以外の利用は禁じられている。 ひまぶ害で発生するトラブル予防のため人工知能によるパトロールを用いてラインやカカオトークの ID 交換を防止するための対策である運営としての事件や不祥事などを記載ひまぶがキーとする利用者間での事件については犯罪行為の発生と統計に記載ひまぶの機能ひまぶ大図鑑にて有名アニメなどの画像を無断で使用された 画像を置き換えるなどの対策が取られた。アカウント作成時に表示されるルールにて、キモい奴がいたら、即、ブロック、出会いクリアは、さようならなど、不適切な表現が多数あり、文章が置き換えられた。未成年の児童が巻き込まれる SNS を起因とする事件は、平成29年には1813件、発生しており、そのうち181件は、ひまぶに起因している。 この数字は、ツイッターの695件に続く2番目に多い数字である。平成30年の警察庁発表の資料では、未成年の児童が巻き込まれる SNS を起因とする事件は1811件発生しており、平成29年とほぼ横ばいであるが、ひまぶに起因している事件は214件と増加している。前年と、 同様ツイッターの718件に続く2番目に多い数字である。令和元年も増加している。ひまぶの学生限定という特性上、学生以外の犯罪者の的になっており、日本国内のサービスではツイッターに続き2番目に自動ポルノが多いアプリになっており、平成30年上半期だけでも94件発生している。ABC アプリの言語設定としての対応言語で、 あり、SNS という特性上投稿内容は投稿者の使用言語の依存し、使用者のほとんどが母国語を日本語としていることから実質日本語を理解できないと使用不可。ありがとうございます。